ードとゴールが決まってるから脇道それともちゃんと持ってこれるんですよ。俺でもゴール全く決めてないです。文章書くときも一緒だった。プロの芸人さんじゃないんで、うん、あるあるなんですけど、やっぱそのいわゆる YouTube 上がりの人たち、うんうん、で YouTuber って、うん、ヒカルと武将の社会へようこそ。阿波みなみさんの年齢知っちゃった。あ言わないけどね。嬉しそうだなまあ、ね、うん、もうなるほどなという感じでありましたけどね、はいはい、まあ、ただあの試写会から、うん、とうとうニュースターが、ニュースターが誕生しましたから。俺らが別に育てたとかじゃないから。いやこれね、うん、これきっかけになっちゃうんじゃないかな。可能性はゼロじゃないです。ちょっと思っちゃってますけどね、はい、あの話していいですか。はい、僕 X のおすすめで、はいはい、音を出して聞きたいけど聞けない状況ってあるじゃないですか。あります。パーパー、まあ、新幹線とかございます。よくあります。そしたらあの今ブックマークっていう機能があって、はい、そこにやっぱ音楽系のやつバンバンブックマークをもう10個20個やって、はい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 、寝る前とかに全部見直すとかをやるんですよ、はい、で1個今朝俺それをやってたんですよ、はい、起きた後、はい、あブックマーク見ようっつって、はいはいはい、出てきましたよ。え T ボラン話したくはないっていう名曲があるんですけど、 あのね最近、うん、奥さんが、うん、僕カラオケ好きなんで、うん、まあ、飲み行きます、うん、じゃあ2軒目カラオケ行きますって言ったらね、はい、歌ってとこ撮ってくれる、撮ってくれるのよ。そうなのよ。しかももうまるまるワンコーラス、はい、あの1番をね、今お前をこの腕に抱きたくて今日かっこいいしかもね俺見てたろで、あこれブックマークだ聞きたい、ウッシーの T ボラン聞きたいと思って、はい、ブックマークして見てたら朝、はいはい、俺が思ってる倍以上高音出るんだね、はい、あどうだろう、もう このキー的にこれ1音多分半音下げてるんだろうなっていう状況で聞き始めて、はい、でもウッシーのそのいつもの喋りだと話したくはないっていう一番サビんとこの高いとこ、はい、出ないよなって思いながらどういう風にアレンジするんだろうって思ったら、はい、ちゃんと出すんだねびっくりしたよびっくり本当に。これぜひ見てもらいたい。あのね、でもこれ実はね、うん、あの奥さんのカラオケ、まあ、ネタですよ、牛尾さんの、うんうん、あの俺なんだっけな、玉置浩二かな、うんうん、いいとこ行くね。玉置浩二のメロディーだ。おもう最高。メロディー大好きなの俺。とか、あと、あとね、晩餐歌だ。あ、面白い。っていう、ちょっとこれ新しめの、うん、歌ったのが、あのね、インプレッションが30万近くいきまして。でね、俺それをジャンバリの最有機かの、なんかオープニングかなんかで、ね、うん、あの、これ牛鬼がそろそろ歌歌わせた方がいいぞみたいなことをふざけて言ったの、うんうんうん、そしたら今度俺が歌う番組が始まるんですよね。えそうなんだ、面白いね。だから、まあ、歌ってみるもんだなと、うんうんうん、だからぜひ見てほしい。ゆくゆくは先生こっちじゃないですか、うん、あちょっとあるかもしれない。いいの？いやちょっとあるかもしれないなと。パワーコードでやっちゃうよ俺。ギーじゃじゃーんっていうのだけど。いいですね。やっちゃうよ俺。思ったより上手くて高音が出て、いやいやいや、しかもこう世代的にズバピタだから、俺もカラオケでやっぱ T ボランすんげえ歌ってた世代なんで、はい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 、話したくはないですか。今お前をこの辺で抱きたくて、うわーこれが切ない、これがね、切ないね、これなんですよ。しかもメロディーまでできるってこと。聞きます？いや聞かないよ。流せない。最初しか流せないから。あれいい歌なんだよね、メロディーってね。メロディーもちゃんと息切りますよ。メロディー泣きながら。あそこ一番高い。本気で行きますよ。本気で行くよ、ね。ちょっとじゃあ俺も行く。アディショナルハーフタイム中にちょっと見てください。うん、ああ、後で見させてもらいます。これは楽しみなハーフタイムができましたな。皆さんも検索したら多分出てくるんで、チェックしてください。はい、ということで、さあ、
阿波みなみさんを超える逸材は今週現れる、ね、まだ いるのだねっていうね、うん、そういう角度、まだまだいます。そういう角度から探しに行けばまだいるんだよね。そうね、僕のおすすめはこれも先に言っとく、はい、ギターユミカさん、ゴリゴリのメタル系のギターをやる人なんだけど、普段バンドとかもやってて、あの今ね来店演者にちょっと片足突っ込んでて、やっぱ入ってくるんだね。やっぱ入ってくる、入ってくるのか。で、もともとジャグラーの音とかを、うん、タタルタタファンファンファンって、あのベッド音からボタン音までやって、タッタルレレタルレタッタルレラとかっていうのをギターでやってるのを、あの動画でやってた人なんで、それはもう仕事取りに来てるじゃない、うん、それで俺フォローしてる。ああ、でも僕らのことも多分知ってるんですよ、ギターユミカ。まあジャグラーとかやってるんだったらね、うん、全然問題ない、うん、僕はいつか試写会で呼んでくれることを本当に願っております。いけんじゃねえか。そういう人いない、こう呼んでほしい人。俺はタダパチチャンネルの3人とギターユミカ、うわ、考えたことなかったな。森田くん、俺はだからアスピオちゃんですよ。はい、アスピオちゃんです。誰ですかそれ。誰、もう下手したら、うん、こっちの一人一人称動画っていうのかな、うん、まあ、あの普通に顔出しやってるんですけど、うんうん、多分一番じゃないですか。へえ、まあ、単純にもその再生数とかそういう世界で。アスカのパチ部屋、はい、すごいね。俺の知らない人まだまだいいんだね。いや、もうあのとんでもない。さあ、この中の誰か今週来たりして、アスカのパチビア来ねえかな。来るかもしれません。それでは早速見てまいりましょう。 VTR スタートです。でちゃん G パワー、おはよう。いいじゃん、いいじゃん。最近ね、よく絡むんですよ。あの僕すっげえ好きだったんですよ。だった、好きだったんですよ。だったなんだ。うん、ガット石神さん、はい、あの多分めちゃくちゃプライド高くて、いじられるの嫌な人なんですよ、うん、多分ね。俺のなんか感じたオーラで言うと、だからあんまりこうこっちからわーって言ったらダメなんだなっていう感じは今はしてます。もうあのいじられ屋ですよ。あーはーはーはー。何かといじられる、うんうんうん、で、まあそれが彼の、まあ、なんだろう、ストロングポイント、ね、めちゃくちゃストロングポイントなんだけど、ご本人多分ね、うん、そんな気持ちよくやってないっていうのが僕はオーラで感じちゃったんで、あんまりだから言わないようにはしてます。僕はそんな、なんだそんな極端にいじらないから僕はね、うん、彼と一緒にいる時に。けどなんかやっぱ見え方としていじられてる時の方が輝いてる、輝いてるよね、うんうんうん、感じがしてしまうから。そう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 。一緒の番組やってるんですか。そのほら37リーグってあるでしょ。あ、そっかそっか、37リーグ出てんの。同じチームなんですよ。ガット石神って37リーグ出てんの。飛行のサンクス、すごっ。何、2シーズン目から入ってきた。めっちゃすごいじゃないですか。いや、だからそういう意味ではなかなか、出るとこ出てますよ。あら、じゃあ面白い動画になるぞ今週は見ていきましょう。 G パワー、今ね、多分おはえもんしていただいたんじゃないかなと思うんですけれどもちょっと朝もあって声量も低かったんですけど、すいませんでした。私、ガット石神です。ワンゲーム TV のガット石神です。はい、沖さん、牛尾さん、ご無沙汰しておりますということで、うん、本日こちらですね、メガガーデン所沢スロット館さんにて、実践なんですけれども、この、光る牛尾の試写会ということで、非常に、不安です私、まあ、普段、一人しゃべりの番組はやってはいるんですけれども、こうお二方に見られるっていうのはね、ちょっと不安でして、いろいろ考えてきたこともこのカメラが回ってしまえば頭の中から飛んでしまうといういつものポンコツぶりでして、ちょっと今何喋ってるのか分からなくなってきている状態でございます。こういう沖さんは、2月になってしまうんですけれども、
アロマティックコークの方で。おお、キリキリ。完全に。いや、まずいな、これ、本当に。奥さんはね、2月にアロマティックトークの方でお会いして以来となってまして、牛尾さんはですね、今、スリーサブリーグの方で、同じチームということもありまして、まあ、まあ、LINE であったり、あとは直近のね、収録もご一緒させていただいたのもあったので、まあ、これからも、おそらくちょくちょく会うと思うんですけれども、はい。今後ともよろしくお願いしますということで、もう分かんないですね、毎日で。とりあえずまず実際に言ってきましてね、ここで喋っても僕本当に枯れる可能性が高いんですよ。この番組前後編で分かれてるじゃないですか。それ考えた時にもう前半で尺なくなるんじゃないかぐらいな可能性も出てきちゃうと思うので、そういった不安もありますので、まずは、お二方に見てもらう、もらえる動画としてね、しっかりしたものを提供できるように実践しながら、おしゃべりして、皆さんお二方に見ていただけたらなと、評価していただけたらなと思います。はい、それでは実践参りたいと思います。慣れてるよ、ね、よろしくお願いします。やっぱり慣れてる、安定感という意味で、やっぱ一人語りの動画でずっとやってますからね、そうですよね。それでは、実践開始します。いきます。これ緊張すんな、なんか、まずちょっと台の話からしていきましょうかね、うん、あんまその説明するような感じのね、動画ではないとは思うんですけど、まあ、スイヤー今度から撮りました。で、朝一ですね、2セットかかっていれば、いろいろ OK があるということで、まあ、僕が重要視するのは約 30% で腹痛40ポイント以上というところと、 50% 以上で GB ですね、ジェネラルバトルの、レベルが2以上、この2つがまず重要で、まあ、もう1個あるとしたら、GB する天井2回選択っていうのが 10% 近くであるので、まあ、この3つかなと思ってます。あとは広角移行とかなんで、まあ、そこまで朝一に大きくは作用しないのかなと。で、この台カスタムができまして、僕のね、おすすめカスタムがあるんですけど、さっきペガサス、これヒヒーンってなるんですよね。これが、出やすいにして、通常値の信頼度のみ 50%、太陽の目告知、ここひっそりと目がつきますよっていう、これもほぼ当たりですね。でトスフェニックスももう出りゃほぼ当たりですよ。これが出やすいにしてます。基本的に何か出やすい方が、まあ、打ってて楽しいので、僕はこのカスタムでいます。まあ、ちょっとね、この自らちょっと自爆しに行ったんじゃないかっていう思い台だと思うんですよ、このセイントセイヤっていうのは。というのもやっぱね、当たってる時であればおそらくなんかその話すとか、おっとそんなこと話してたらこれ、リリベはこれチャンス目ですね。まあ、高額にいれば、約 50% で GB で、この台選んだのが自爆っていうのは、こうセイントセイヤ非常にこう通常時回してる時間がおそらく多い台なんじゃないかと思うんですよ。もちろん AT 入ってしまえば上乗せとかでね、いろいろあるんですけれども、間を埋めなきゃいけないというね、ところが、まあ、一つ自分の中ではね、なんだろうな、こうプレッシャーになってる部分ですね。といってもこう何から喋ろうかなって思うぐらい、こうなんだろうな、うわー、なんか見られてんだよなと思うとめちゃくちゃ緊張しちゃうんだよな。やっぱ緊張なくしたいんですけどね、やっぱなかなかそうもいかないもんで、なんだろうな、やっぱ収録って適度な緊張感が常にあるんですよね。だ今やってる37リーグもそうですし、うん、奥さんが初回ゲストに来てくださったいじらせ、もうめちゃくちゃ僕は緊張してましたし、まあ、直近で言うと奥さんとの緊張一番ので言ったらやっぱアロマティックトークですね。奥さんもいらっしゃって、大津さんもいらっしゃって、与田さんもいらっしゃってっていう中で、まあ、見てくださった方がすごく多かったんで面白かったとは言ってくださるんですけど、もう0点も0点すぎて、なんでこんな自分の話がちゃんとできねえんだろうっていう。ちょっと待って、これえっ、くって変わるね。ちょっと待ってください、これだ、これ前日20ゲームぐらい回されて終わったまであんのかもしれないな。直近は本当にアロマティックトーク出演させていただいてて、まあ、そちらの方で非常に反響は、僕いろんなところ行くと面白かったとは言ってくださるんですけど、もう終始緊張しっぱなしで、今までアロマティックトーク僕も見てはいたんですけど、自分の回が一生来なければいいのにと思うぐらい自分の回見るのが恥ずかしくてしょうがなかったですね。やっぱすごく大木さんも拾ってくださってて本当にありがたかったですし、なんかもうこういった番組もそうですし、去年の夏以降でいろいろとお仕事も一緒させていただく機会があって、もう本当に
もう大レジェンド中の大レジェンドの大木さんにこんだけ構っていただけてるっていうのはすごくありがたいです。僕自身本当に本当そこら心の底から感謝です。というのも僕自身ずっと雑誌を見て育った世代ですので、それこそ僕牛尾さんもずっと昔から存じてましたし、なんなら牛尾さんもこの間今ね37リーグでご一緒させていただく中で直接本人にも僕も言った部分あるんですけど、僕は大学生あすいませんこれやっちゃったやっちゃったそうすいません、僕が大学生の時にね当時の牛尾さんが CS でやられてるバトルリーグっていうねパチスロバトルリーグっていう収録に僕も何度か行ってて、まあ、お声掛けさせてもらったはずなんですよね1回か2回は。ですしあとはもう雑誌でねずっと僕秘書本ガイドを買ってた部分があって、まあ、特に秘書本もすごく買ってたのでもうくまなく読んでました。僕は後ろの位置だとか、うん、設定位置を、ね、打ち切る企画ずっとやってましたし、あれで設定位置打っても意外と勝てるんだなっていうのが思ったんで、僕も気にせず設定位置設定関係なく打とうって思ってタコ負けした大学生でしたし、だ緑丼でめちゃくちゃ勝ってるのを見てあの台設定なくてもいけんのかななんて思わせてもらいましたよ。それこそだ今こんだけ僕緊張してて多分ね尻滅裂なところとかもすごい多かったりすると思うんですけど、こんな緊張して一人喋りの動画はとかって言ってますけど、普段僕ワンゲーム TV で喋ってる時って自分のね番組ってもう一人の番組が多いので、おそらく圧倒的に一人番組をこなしてる数って多いと思うんですよ。自分のこの一日回答力班長石神っていうねこのステッカー貼られてると思うんですけど、この番組自身も今109話ですか言ってる状態でして、まあ、それでもやっぱりここ本当1年ぐらいで他媒体のお仕事をいただくようになって、こうやってねまさか別のところで一人喋りの番組やるなんて思わなかったので、しかもそれを現場にはいないけど沖さんとお医さんに見られてるっていうね、徐々にこう緊張取れていろいろ喋ることができたらなと思ってるんですけど、あとは自分の滑舌が持つかどうかです。本当に沖さんからその演者の滑舌じゃねえって言われてるんでねまあ僕は褒め言葉だと思ってます。もうもはやポジティブに捉えてるんで、やっぱ僕自身一人で喋ってるより、まあ、誰かとこう話してたりとか誰かにこういじってもらったりとかする方が、まあ、自分の立ち位置的にはこれ水がこぼしましたいいねいいね、結構今作このコスモチャージがすごい重要になってまして、すごくいい。このコスモチャージ中このポイントを貯める1000ポイント貯まるとこの日時計が時計点灯しまして、ジェネラルバトルね GB の抽選してるんですけど、コスモポイこのコスモチャージ中に7揃いで一気に当選するパターンもあるんですよ。さあこれ50ポイント以上、おーっと480一気にたまったっていうのは、ここって今これレイク引いた時にちょっと変なたまり方したんですけど、これリセットかかっててもここって不変なんですよ。そもそもポイント持ってる状態なんですよね。この時点で角です。これレアエク対応の演出なんですよね。まあ俺がジャックチェリーミスってなければまあすごい滑った気したんですけど、うん白です、白だからこれは当たってる形になるとなりますね。ネイルバトルが確定ってことで、これトツフェニックスっていうね、まあこれが出てくるっていう、まあ、なのでペガサスこそならなかったんですけど、まあ、ちゃんと扱ったっぽいですね。さあこれでディメンジョン、さあちゃんと赤文字、難しいな、あ、ついてます、うん、ちゃんとつきましたね。ちょっとつく瞬間は見逃しましたけど、さあしっかりチャンスアップもありまして、チャンスも入るだけでしょ、うん、まあそうっすね、めっちゃ一応まあ、はい、ありがとうございます。早かった結局。さあ265ゲームです。投資の方が普及戦ですね。これでジェネラルバトル確定になると思います。投資9000円って言ったんですけど、ここで追加投資になりましたね。さあこれでバトルです。ここ誰が出てくるかですね。ここ当たってから、おいいようですね。いいよ70%、これは
もうおそらくですけどリセットかかってると思います。やっぱりさっき変なところで前兆入ったのがちょっと謎ではあるんですけど、これ70パーめちゃくちゃチャンスです。できるでしょうか、ね、あ白波最初に決まってはいる。これもまず1戦目は突破確定ですね。さあここの背景大事です。ああソレント、まあ、これはデフォルト画面ですね。さあ70パーを2回取ってれば、まあ、内部的にはもう決まってると思われるんですけど、お取っていればもうセイドラッシュ、ジャックチェリー、ペガサスない、これは困るって。ビッグトルネードイオね、なかなかね前作でもそんな簡単に見れるキャラクターじゃなかったので、おおすごい、えさすが 70% え、これ強調だったのもかっ、あーチャンス目。さあ背景、赤背景来い、ソレントデフォルト2回ですね。ただ今のやっぱ強攻撃を耐えるあたりなんかいけそうな気しますね。チャンスアップない、ない。さあ今チャンスアップ全部ない、ペガサスもなかったですし、セイヤも先制じゃない、中攻撃、ね、強攻撃避けてるんだったらこれ中攻撃ぐらい食らっても倒れる、食らっても倒れないで立ち上がるでしょう。ダメだね。まだ復活が、まあまあ復活回されること多い。いや嘘でしょ、ボタンが出る、バカだな、うわ、え、これで完全に終了です。70パー参戦突破できずでした。でこれ白だったので、示唆は特になしかな。これはショックできえな。今ちょっとワクワクしたな。それこそね、すごい一緒にお仕事させてもらった時に、まあ奥さんが1位振ってくれた時に僕がね、1位に対して100ぐらい喋ったんで、おめえの話を聞きに来てんじゃねえんだよみたいな感じになったら僕は覚えてるんですよ。だから本来であればその自分のてめえの話をここで喋るべきだと思うんですけど、まあ、いざこのパチスローが回り出して、収録が回り出してね、パチスローの前に座ってみるとこう意外とねこう話が出てこないもんで、まあ、僕のパーソナル部分を喋るべきだなと思ってるので、まあ、なんかその辺をねちょっと勝手に一人語りさせてもらいますと、まあ、やっぱそのアルマティックトークでいろいろ掘っていただいた部分もあったんですけど、まあ、私ガッテンシガミという人が何なのかって、まあ、もしかしたらこの番組見てる人もね、まあ始まってもう一回当たりも取ってる状態でガッテンシガミ分かんない人も中にはいるかもしれないんで、あれですけど、まあ、そんなやついねえか自己完結しすぎだよな。まあ、ワンゲーム TV で今ね演者として、こう演者っていう、演者っていうとなんか変な感じだけど、まあ、やらせてもらってるパチンスロータレントっていうんですか、なんかそうやらせてもらってますけど、もともとはね、ウェブのライター的なことをしてまして、まあ、そこから解析攻略サイトのライターを経て、まあ、ちょっとだけフリーの期間があって今ワンゲームにいるっていう形で、業界の歴としたら今年でも今10年ちょうど経つぐらいなんですよ。まあ10年業界歴っていうとなんかちょっとおこがましい部分ございますけど、まあこのワンゲームに入ってからは正直このお仕事でご飯が食べれてるといった状態なので、まあワンゲーム入ってからもう7年ぐらい経つのかな、はい、意外ともうそんだけ経ったんだなっていう感じでございますね。でそれまで何してたのかって話なんですけど、これ結構売れてなかった時、特にアロマティックトークではね、魚拓さんにもおめえ普通だなと、まあ、パチンコパチスロ打ち始めた理由含めて結構普通尽くしすぎて、自分の中ではそんな普通ってことじゃないなと思ったんですけど、まあ、だいぶなんだろうな、普通の話というか、まあ、聞かれたことに対してこう答えるっていう本当面接みたいな話、面接みたいな場所になっちゃったので話を膨らませることもうまくできなかったですし、あとなんだろうな、思い出せばなんかいろいろあるんだけどな、意外とその話を始めた割には強めのトークが出てこないっていう、これまたね、非常にガッとしがみのポンコツ感マックスなところが出ちゃってるんですけど、別に何だったんだっていう話ですからね今のも。いやこれちょっとあれだな、危ないっすね今日。
早くも現場にいない2人に飲まれるっていう良くない状況ですこれは。うおっと、これ今レバーオンでヒヒーンってなったじゃないですか、うん、なったっていうかもう言ったんですけど、うん、なった瞬間にこの椅子おそらくめちゃくちゃ強いです。ただ通常時は 50% なんで揃わない可能性も全然あります。今までなってなかったんで、まあ、おそらく当たる時にはなるんじゃないかっていうぐらいなイメージなんで、まあ、実戦上結構なったら本当に 50% してても8、9割で当たりますね。背景青ですけどね。 OK です、ありがとうございます。さあだいぶパワーですけどね、こちらでいきましたね。さあ、外押しが2万と1000円ですね。まあ、平均もね1500枚ぐらい取れるんで、ラッシュ入れば。お、上がってる。ちょっとこれはもう取んなきゃまずいっす。はい、チャンス来ました。ペガサスはないけどおそらくいきます。チャンスアップ1個ある。ビッグトルネードね、強攻撃も多分耐えれる。そんなことはない。よし、これでバトル継続。ソレント、ここはデフォルトなんですね。さあ、せいや先生。なしなしのビッグトルネード、ちょっと怖いですね、これ。ちゃんと食らう。耐える。え、嘘でしょ、マジで。背景、嘘。うわ。嘘。黄色。うわガッと。普段編集することが多かったんで、なんとなくじゃあある程度このあとこれ終わったら喋ろうとかっていう、常々打ちながらなんかちょっとした編集点みたいなのを考えちゃう癖があるんですよね、うん、この番組自体めちゃくちゃ特殊じゃないですか。一度ある程度多分編集したものっていうのをお二方に見ていただいて、さらにそれを編集する形だと思うので、なかなかそんな凝ってる番組なんてこう思っててもなかなか工数かかるし作れないなと思うんですけど、まあそれをやっぱやってのけるのはさすがですよね、このジャンバリさんの編集力というか。まあワンゲーム TV ってすごい1本の動画作るのに工数がすごいかかったりするんですよ。僕一人で1本作ろうとするとやっぱ7日弱かかったりするんで、すごいな、7日。まあワンゲームのそのテロップの多さだったりとかっていうのもね、あの中にあったりすると思うんですけど、すごい手が込んでる番組だなとは思ってます。しかも毎回毎回頭でねこうフリートークされてて、やっぱ日常の話をこううまくこう膨らませていくっていう、なんか簡単なようで簡単じゃないというか、僕はあのカメラが回った状態になると一切そういうのができなくなってしまうので、よく僕の中であるんですよ、その収録終わってじゃあ帰りタクシー乗ったりとか電車乗ってる時にカメラマンとこうたわいもない話してて、あれがあったわははって話してる時に、それなんでカメラの前で話さなかったんですかみたいなことめちゃくちゃあるんですけど、お二方って普段はあれなんですかね、やっぱそういうの常々意識してこれの話はもう取っとこうみたいな感じにしてるんですかね。おはようもん。これはね、うん、してます。あのプロの芸人さんじゃないんで、うん、その場その場でももちろん対応してやるけど、うん、ある程度の軸を何個か、うん、例えば俺 メモしてるし、あのタイトル部分だけ、あ、はいはいはい、例えば牛尾くんカラオケとか、うん、あさっきの話とかもその場で思いついたんじゃなくて、朝こうやってスマホ見てる時に、あ、今日ウッシーと会うからこれ話そう、あ、それは僕もある。でメモちょろっとしとくんですよ、うん、俺も LINE メモでそういう話の内容で、うん、これ触れといた方がいいなはメモるようにして、あるでしょ、うん、そう、そういうのある。ガットさんはそういうことあんましてないんですかね。なんかね、それしてるよね。それあるだけでね、もう全然違いますね、うん、安心感も違うし、うんうん、そうっすよね。ガットそうだな、なんか上下手ではないと思うんだけどね、うん、これはね、あと沖さんね、あのこれ、まあ、これちょっと手前味噌な言い方しますけど僕らってやっぱスタート地点とゴール地点はまずもう自分たちの中でもう設定できるんですよ。だからえ、そうかな、いや、そうだろう。だから、うん、そのスタートとゴールが決まってるから脇道それてもちゃんと戻ってこれるんですよね。俺でも、うん、ゴール全く決めてないですよ、話すときに。
そうかこれだけ話そうっつってあのね文章を書くときも一緒だったの。もうスタートして始めて最後の5行とかで落とすんだけど、うん、最初に決めてないからその流れで。ああそれ意外っすね。僕ね決めてないんですよ。例えばこれでおはいもんって止めた瞬間にもう最後そのいこれを言いたいはゴールが決まっててやってる人だと僕はずっと思ってました、うん、言いたいことは言いたいんだけど、うん、その話の最終地点は決めてない。言いたいだけ俺。だからウッシーのカラオケ思ったより高音出てんじゃんって言いたかったのみんなにぜひ見てっていうのだけを言いたかったらそっからなんか話が膨らむっていう感じ。スカットさん軽くメモっときゃいいんですよ。あのねでもこれあるあるなんですけど、うん、やっぱそのいわゆる YouTube 上がりの人たち、うんうん、で YouTuber って自分で撮りますで自分で編集もしてるって言ったけど、うん、で自分がよく見えるようなことをやる、うん、面白くなるように、ね、仕事を、うん、だから案外その大勢の中に入ったりとか複数人でやるときに良さが、ね、良さが出ないよね、うん、そうそうそうある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 なんですよ。あるある、うん、本当にあるある。雑誌畑の人ってそもそも大勢でやるやるのがデフォルトだったから、うん、そうそうそうだよね、うん、その差があるのかなと思うな、うんうん、なるほどね、うん、これ話はもう取っとこうみたいな感じにしてるんですかね。お僕がこう気になるところですよね。奥さんに関してはやっぱ動画で自分がずっと拝見させてもらってる時で考えたらめちゃくちゃ自然体な感じだったんですよ。そのイメージもそうですし。おあおこれ来たな。これ今鳴りましたね。で990ポイントじゃないですか、うん、ここで1000ポイント溜まっておそらく当たりますような演出の一つです。これは、はい、10ポイント溜まって緑面白いじゃん。青大木さんに関してはめちゃくちゃそのなんか自然体なイメージではあったんですけど、ね、ご一緒させてもらった時ね、あのイジアスの第1回2人での収録だったんですけど、もうめちゃくちゃクレバーでしたね。もう なんつったのな、こうだいぶ計算し尽くしていただいたというか、うん、なんかやっぱ全然俺見る人を見る目とかねえなと思いましたし、今この収録演者というかこのタレントパチンコタレントの中でやっぱトップオブトップにいる人たちの力量の差というものをすごく感じた部分ですね、僕は。特にやっぱ多人数での収録の時こそそれはすごく感じますね。どのタイミングで自分が出ていくべきなのかとかを考えてたら収録終わってるまでありますから、その辺はなんかもっとご一緒させて勉強させてもらいたいなと思ってますね。案の定来ましたね、トスフェニックス。さあ3回目あたりコスモよ。もう珍しいです。バトル発展せずここでぴったり当たりましたね。さあ492ゲーム、3回目のあたりです。総投資3万6000円。結構かかってんじゃん3回目これが。言ってください、こいつまで当たってるよ。さあカノン出てきましたね。あさあしっかり 80% です。これもやっぱあのリセットでしかなかなか見れないキャラクターなんで結構レアレアレアですね。さあもうカノン倒してセイントラッシュ行きましょう。 50%、70% 違って外すと上がってくる可能性があります。弱攻撃はさすがの聖夜も避けます。上がっても当たるまで落ちないですけど、うん、まあ食らってもね倒れちゃう、あの起き上がりますからね、うんうん、さあさっきから、この継続背景のラウンドの継続背景のところでソレントのデフォルトが多いんでここで確定したい。いいよ。これは奇数下だったかな前作。おー、いった。え？戦が。へぇ。でも聞こえましたか皆さん。当たったらもう確定。2戦目入った瞬間で、戦勝やーって今、上ついてるんですけど、まあ、タイプ的にもうこれは3戦目を突破した時には出てくる演出です。これを聞くために打ってるまであるんで、そんなことはないよ。めちゃくちゃ気持ちいい瞬間ですね。うわ。さあ、ペガサス、水星拳。いきましょう。先生ありがとうございます。あさあこれでセイントラッシュ確定なんですが、うん、突入時、ペガサス覚醒、アテナ覚醒、そしてヒドゲイ覚醒ですね。今作から入ったこの3つの特化ゾーンがありまして、まあ、アテナ覚醒、ヒドゲイ覚醒、まあ、割合としてはかなり薄いです。薄いですがそこ引っ張ってこれたらめちゃくちゃ激アツです。引っ張っていきましょう、せっかくなんでね。ジーパワーさあ来い。はい、ペガサス覚醒です。全然関係ないじゃん、 G パワーと、うん、まあ、平均200ゲームなんで。平均200ゲーム、ベルばっか引いてるとダメですね。カットイン引いて7揃いから50ゲーム以上取らないと基本的には。
厳しいです。200ゲーム、でもね、中央値が120、70の一部で内部的に、なんか内部的にこうモードが変わったりして一機が出てきて100ばっか乗るみたいなのもあったりするんですよ、うん、結構7揃いはこの台において結構重要なんですよね。まずいぞ、平均200ですからね。さあ残りゲーム数ゼロになったらもう押し順並みが出てくる限りは続きます。なんでこうなったらもうベル引きまくるのが一番いい。ここで挟むのはカットインだ、これが一番まずいっすね。180さあ、ジェネラルバトルです。でここでなんですけど、朝一リセットがあって 70% 引いてたってなったら一応設定差あって、朝一リセットで高継続のジェネラルバトル出てくるっていうのは結構まあちょっとしたチャンスなんですよね。高設定の可能性もちょっとだけ上がったりしてるので、まあここもだから 50% 以上が出てきてほしい。アイザック 50%、 うわ、まあ普通これが普通です。ナイスセア押し切り、弱攻撃まれにですけど、ここでもう突破しちゃうとかもあったりします。さあ、うわー、これ強チェ弱チェ、さあ行きます。3戦分勝ちな、それとかデフォルト多いな、頼む、技くんだよ、技、お中攻撃、立ち上がれ、おっしゃ、振り返ったら、ね、ここまで行けば 50% 振り返ったね、同じ変わらず、まあ、嬉しかったんだけど、もちろん、抽選はしますよ、だから結果を見るだけなんですけど、ここです、ここの背景頼む、赤背景とか来い、うわー、まあでも、もうどっちか決まってますからね、っていうパターンもあるね、頼む、これマジで重要、なんなら強調引け、強調、うわー、リフもセイヤの方から先の方が、これちょっとね、弱気なんですよ、攻めです、内容もペガサス、来い、ペガサス、チャンス、来ない、これちょっとヤバめっすね、ヤバい、何もがいいと、オーロラやめて、オーロラ、うーわー、もうオーロラじゃなかったか、オーロラであるオーロラボレアリス、キャー最悪、頼む頼む、三回戦負けが一番ね、辛いね、辛いね、決勝戦敗退、777枚、まあ普段の自分の負けだと、まあやっぱクソとか言っちゃいますね、こういうのね、本当に、うわー、全然面白くなかったな、なんだこれ本当にそう面白かったけどな、セントセイヤの、まあまあまあ、ただまあギュッてなってるからか、うん、やっぱ初当たりは決して軽い部分ではない、軽い部分じゃない、ズブズブズブに行くことあるんだよね、うん、あ、まあガットっぽいどうですね、はい、全然問題なく、もうガットですわ、滑舌も相変わらずで、うんうんはい、なんであの滑舌悪い人って早口になんだろう、特にあの固有名詞を言うとき、なんとかかんとかチャンスとかなんとかボーナスってい こう決まり事を言うときにアリバイトラルボーナスみたいな、アロマティックトークって言ったそうそうそう、うん、アロマティックトークっていう固有名詞を言うときに、うん、なんかこう何なんだろうね、物を言うときに早口になります、こういう人って、ゆっくり普通の日常は平気なのに、ね、ゆっくり喋れるんで、うん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 、不思議だよね、うん、そういう脳なのかな、あ、でも僕もたまにタクシーの運転手さんに、自分の家に帰る時の道説明する時に、うん、1個噛む道路名があるそういうんだ、それはことと通りがね、ことと橋通りじゃないの、ことと通りか、ことと通り、うん、白松通りまっすぐでことと通り言えてんじゃん、いや言えますよ、うんうんうん、言えるんですけど、トトンとこがね、ちょっと危うい時が、そうそうそう、人それぞれということでございます、はい、はい、すいません、どうでもいい話をしてそうですね、すいませんね、たまにはこういうエンディングもあるということで、それではまた次週お会いしましょう、ありがとうございました、ありがとうございました。
詳細は公式サイトにて。